ミランベリです。そして外マルカボルト3番手手日曜日中山競馬場で行われた芝 2200m の G2 戦アメリカジョッキークラブカップ、8歳はミヤビランベリが逃げる展開の中、道中好位でレースを進めた1番人気の当選上段が直線しっかりと前を捉え差し切り勝ち。昨年のアルゼンチン共和国杯に続き2つ目の重賞タイトルを手にしました。上段ゴーリン当選上段です。終わってみればね、まあ強かったなっていう感じだったんですけど、まあ見てるときはね、本当まあスローペースでね、まあ4コーナーもちょっと前が壁になったりしてちょっとヒヤヒヤしましたけどもね、はい、馬の状態面は良かったんでしょうか。そうですね、馬の状態はね、ちょっと有馬記念の前はね、間隔空いてたので太め残りだったんですけども、まあ、中間きっちり絞れてましたし、状態は有馬よりもむしろいいぐらいだったと思います。はい、スタートしてどんな風にご覧になられてますか。そうですね、前走ね、2走前ですね、その有馬記念で、逃げる形になったんですけども、まあ、今回どういう競馬になるのかなって見てて、で、まあ、中段ぐらいにつけてたのでね、まあ、いつもの競馬ができるのかなと思って見てましたけど、はい。そうですね、58キロを、ね、背負ってたんで、スタート出たんですけど、まあ、2歩目3歩目はちょっと、そんなに進みが良くなかったんですけど、軽く少し押してみてすぐ先端に取り付けたんで、そういうところはやはり馬のセンスかなと思います。道中の折り合い、そして手応えはいかがでしょうか。そうですね、手応えは良かったですね。本当に折り合いもね、ついてくれる馬なんで、すごく競馬を組み立てやすいですね。勝負どころはいかがでしたか。はい、スローペースだったんでね、コーナーからちょっと少しずつ速くなったんですけど、手綱を軽く動かしている程度で少しずつスピードアップしてくれてたんで、まあ、そんなに急いで慌てる必要はないかなと、まあ、直線向けば射程圏内にいるんじゃないかなと思ったんで。そして実際直線はいかがですか。あまり早くかわしたくないなっていう気持ちもあったので、相手を見ながら、まあ、逃げた馬がね、また伸びたんでね、まあ、それを目標にしてまたいい感じで伸びてくれたんで、まあ、着差以上に強い内容じゃなかったのかなと思います。そうですね、やはり力今どんどんつけている、ね、段階ですのでね、今良かったと思います。はい、いよいよもう本格化でいいでしょうか。そうですね、まあ、本格化したと、まあ、思いますし、まだまだでもね、キャリアの浅いまでまだ伸びしろがあるんでね、もっと強くなってくるんじゃないかなと思っております。はい、今後ということになりますけども、このあたりは、まあ、今回勝ったことでね、春の天皇賞を目標に、して、まあ、天皇賞の前に、どこか、一つレースを使うと考えております。はい、当選上段もね、すごく素晴らしい馬なのでね、これからがすごく楽しみな馬だと思うんで、本当にこれからのね、成長とレースをね、ぜひ応援してもらえればなと思います。さすが初 G1 挑戦となった有馬記念で5着となった当選上段。今回は超スローペースだったんですが、射程圏内に入れながら最後は束を突き放す圧勝ぶりでした。陣営はまだまだ切れる足がないからなというふうなことをおっしゃられてもいましたが、このレースぶり、そしてまだ戦歴が浅いことから伸びしろも十分に感じられ、私個人としては春の天皇賞 3200m あたりが非常に面白いのではないかなと感じます。関係者の皆様、改めておめでとうございました。インバルコも中段の外まで進出、400の標識を通過、4コーナーのカーブ。今週2つ目のウィーナーズリポートは、日曜日京都競馬場で行われたダート重賞平安ステークス。ゴール前の大接戦を制したのは昨年の2着馬ダイシンオレンジ。直線に入ると力強く抜け出し、インバルコサクラロミオの追撃を退け、昨年のアンダレスステークスに続く重賞2勝目を挙げました。去年ね、惜しくも2着だったんで、まあ、その後アンタレスステークス勝たせてもらいましたけども、まあ、去年ちょっとね悔しかったんで、ここはなんとか、まあ、勝ちたいなと思ってましたんで、よかったですね。
先週追い切りに乗った段階でジョッキーも、ね、かなり手応え感じてくれてましたし、以前より、ね、あのいいっていう感触を持ってくれてましたから、まあ、ここはなんとかしてね、まあ、去年の雪辱じゃないですけどもね、いい形で勝ちたいなと思ってましたんで、あの嬉しかったですね。押し出される形で先頭に立ったんですが、それでも押し切るというのは相当力をつけていると見ていいんでしょうか。そうですね、まあ、よく粘ってくれましたけどね、あとはもう直線はね、後ろの馬がどのくらいで来るかね、そればっかり気になったんですけどもね、まあ、強い内容というか、あそこまであの形でね、最後まで粘ったんですからね、うん、まあ、強い内容だったと思います。正直ゴール前はどういった印象でした？やばいなと思いましたね。本当に負けれないところだなと思っていたので、勢いが違ったので本当にやばいなと思いましたね。もうゴール入った瞬間も分からなかったですし、うん、本当しのいでくれてて、本当良かったです。前は飛ばしていたんでね、距離を取って、まあ、この子のペースで走っていたんですけど、まあ、その分外がじわじわ来たので少しずつ出していかないといけない展開になりましたし、まあ、その分、早くからやる気になりすぎてしまったので、まあ、抑えながら4コーナー回っていってもやっぱ状態も良かったですし、気が乗ってる分馬が動いていてくれたので、まあ、その分若干早い感じで、ね、抜け出すような形になったんですけど、まあ、変にゆっくり抑えてね、機嫌を損ねるよりは気分よく、ある程度は気分よく行こうと思ったんで、幸先いいスタートということになりますね。そうですね、本当今年1年もまた一生懸命頑張ってくれると思います。はい、すぐに次走はという話になってしまいますが、そのあたりは。そうですね、まあ、賞金、ね、うまくあの加算できましたしね、今度はちょっとレースも、ね、選んでいけると思いますし、まあ、地方交流あるいは G1 ということも、ね、含めてオーナーと相談しながら考えていきたいと思います。まあ、これからまたあのレース選びながらどんどんね強い競馬をしていきたいなと思いますし、まあ、これからも応援よろしくお願いします。コンビを組んだ川田優雅騎士は今回の勝利で JRA 通算400勝を達成、節目の勝利を重賞制覇で飾りました。意識する部分はあったんでしょうか？いや、意識はしなかったですね。あの帰ってくるときに写真判定になってたので、どっちかなっていうのを考えてたら場内アナウンスで、まあ、もし僕が勝っていれば400勝って言ってたんで、あ、そっかと思ってです、ね、まあ、とにかくこのレースは勝たなきゃいけないっていう思いだけで乗ってました。たくさんね、いい馬乗せていただいて、これだけ勝たせていただいて、まあ、本当取りこぼしてるレースもたくさんありますけど、400勝たせていただいてるということにとても感謝したいと思いますし、またこれからもね、取りこぼしのないように一つ一つきっちり決めていきたいなと思います。